セバスティアン・ガブリエル王子、フランシスコ・デ・ゴヤが、1822年セバスティアン・ガブリエル、1837年の、版画セバスティアン・ガブリエル・でボルボン・イ・ブラガンサは、ポルトガル及び、スペインの王族で、第一次カルリスタ戦争のカルリスタ派将軍。ポルトガル王子及び、スペイン王子の二つの称号を有した。ポルトガル語全名は、セバスティアン・ガブリエル・マリー・アカレル,ルシュ、ジュアン・ジュゼ、 フランシスコ・シャビエル・ディ・パウラ・ミゲル・バルトゥロメウデ・サン・ジェミニアーヌ・ラファエル・ゴンザーガ。セバスティアン・ガブリエルは、スペイン王子、ペドロ・カルロスとその妻である、ポルトガル王女、マリア・テレザの間の一人息子として、リオデジャネイロで生まれた。母は、ポルトガル王女アン6世の長女、父は、スペイン王・カルロス3世の孫息子であった。セバスティアンは誕生後間もなく、ポルトガルを呼び、 ブラジル王子の称号を授けられたものの、スペイン王家との関係は、カルロス3世の男結総尊と血縁が遠いことから、当初、スペイン王子の称号は与えられなかった。1824年になって、セバスティアンは王子のフェルナンド7世により、スペイン王子の称号を授けられた。1838年、セバスティアンの母親、マリア・テレザは、おじで実、実い マリア・フランシスカの家父でもある、モリナ博尺カルロスと再婚した。モリナ博は当時、スペイン王位を請求して第一次カルリスタ戦争を起こしていた。マリア・テレザは1833年に、スペイン王位継承問題が持ち上がった頃から、モリナ博を支援しており、内戦が起きてからは、カルリスタ陣営の野営で暮らしていた。セバスティアンも、第二次ビルバオ法医戦などに参加しており、 1836年12月30日には、カルリスタ北部軍の司令官となった。彼は1837年3月16日のオリアメンディの戦いで、デレーシー・エヴァンズ将軍率いるイギリス洋兵部隊に勝利しているが、マドリードへの進軍には失敗した。1837年1月15日、スペイン議会は、女王イサベル2世に対する反逆罪を犯したとして、 モリナ博を支持して、カルリスタ反乱に加担したスペイン王家の系類から、スペイン王位継承権を剥奪する法律を通過させ、セバスティアンはこれにより、スペイン王位継承権者の列から排除された。セバスティアンの母親、マリーア・テレザ、母方の叔父のポルトガルハヨー・ミゲル・一世、セイ、フ・モリーナ伯爵の3人の息子たちも、セバスティアンと同様に継承順位から外された。 セバスティアンは1832年5月25日に、両シチリア王フランチェスコ一世の娘で、樹クボにあたるマリー・アーマン。1855年に、ケーフ・モリーナ博が亡くなり、また1857年には、最初の妻とも死別した。1859年、セバスティアンは、スペイン政府に基準して、帰国、同時に、スペイン王子の称号をも回復した。 翌1860年11月19日、セバスティアンは、女王イサベル2世の義前で10枚でもある、マリア・クリスティーナ王女と再婚した。マリア・クリスティーナは、1 0歳マリー・アーマーリアの名であり、また、セバスティアン自身の、樹種母に当たった。セバスティアンと、5歳マリア・クリスティーナは5人の息子を設け、上の3人の息子たちはそれぞれ公爵位を授けられた。 1868年に、イサベル二世が王位を追われた後、セバスティアンは、スペインブルボン家内のイサベル系とカルリスタ系を和解させようと試みたが、失敗に終わった。セバスティアンは、ピレネー山麓のフランス領ポーで死去し、エルエスコリアル修道院に埋葬された。5歳マリア・クリスティーナとの間に5人の息子を、うけた。夫妻の子孫は、マルチェーナ公釈か、ドゥルカル公釈か、 アンソラ公爵家、そしてアンソラ公爵家から分かセバスティアンの男系子孫は三男ルイスの下の息子である初代エルナニ公爵マンフレドの死と同時に耐えた。子供のないマンフレドは死の直前に国王フアンカルロス一世の妹マルガリータ王女を幼女に迎え、彼女にエルナニ公爵位を相続させた。マルチェーナ公爵位、ドゥルカル公爵位よびアンソラ公爵位は いずれも、セバスティアンの女系子孫たちが受け継いでいる。ウィキメディアコモンズには、セバスティアン・ガブリエルでボルボンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。